すかせるとね、胃からねグレリンってホルモンが出るの。これは脳の、あの海の馬と書いてね、記憶中枢、海馬の血行を良くするのね。だからお腹空いた時に頭が冴える、それから勃起が予防できる、うん、ということが分かってきたの。それからね、あのグレリンはね胃腸の病気そのものを良くする。だからね、胃が痛いとか、それから食欲ないとかさ、ゲップするとか吐き気あるとかね、腸が痛いとか便秘するとか下痢とかね、もう胃腸の症状は全部ね、その人の胃腸の力に対して食べ物飲み物が多い、たったそんだけのことなのよ。だから胃腸が悪い人はね、その食べ物をね半分にしておかだいたい良くなるから、それでも症状があるならね、また半分にするの、4分の1にする。そしたらね、もうだいたいそれは改善しますよ。たださすがお腹すくでしょ。お腹すくっていうのはね、胃腸に物が空になったから空腹じゃなくてね、血糖が下がった時のサインなのよ。だからね、お腹すいたらね、蜂蜜、黒砂糖、チョコレート、これを食べて糖分を補うとね、補うと5分ぐらい血糖上がってすぐ空腹感なくなる。でチョコレートとか言うとね、また甘いからどうとか言うんだけどね、埼玉医科大の救急救命センターではね、食欲ない患者は全部チョコレートで治したの。チョコレートはタンパク質、脂肪、炭水化物、ビタミン、ミネラルね、抗活性酸素物質、食物繊維が入って完全養殖に、ね、で4分の1って言うとね、生きていけないと思うんだけどね、あの今からね6000年前にね、エジプトのピラミッドに碑文に書いたね、エジプト語で書かれたもの、英訳したのを今から言うから、はい、ちょっとこれ日本語に訳してもらおういくよ、はい、Man lives on a quarter of what he eats. The other three quarters lives on his doctor. 何も分かんないでしょ人は食べる量の4分の1で生きてると、あとの4分の3は医者が食ってるってね、6000年前からそんなこと言ってるの。だからね、今の人たち食いすぎなのよ。だからね、高脂血症、高血糖、高体重、全部高がつく、食べ過ぎ病なのね。で、人類は300万年の歴史ね、全部空腹の歴史なの。動物もそうだけどね、ライオンでさえも5日に1分ぐらいしか餌ありつけないの。人間ずっと空腹なのよ。山火事があるでしょ、洪水がある、日照りがあるね、もう地震がある、もうそういうことでね、常に空腹だったの。だから人間も動物もね、動物の体、人間の体はね、空腹で生きていけるように設定されてるのよ。ですからね、満腹の時どうやっていいか分かんないからこうやって病気してるの。だから空腹の時血糖が下がるとね、血糖を上げるホルモンと10以上あるの。アドレナリン、ノルアドレナリン、グルカゴン、サイロキシン、成長ホルモンね、10ぐらいあるのよ。そこね、食いすぎて血糖が上がるでしょ、糖尿病になるから。それを下げるホルモンはインスリン一つしかない。だからそのバランスから見ても、人間動物は空腹の時が当たり前ね、満腹の時異常だから、こうやってうちの断食道場にいっぱい人が来るわけよ、みんな食いすぎて、ね、で私なんか今日月曜日だけど、今日断食の日なのよ。で朝昼晩に2時に配達飲んで、あとも生姜湯とかね、あと今日食べないよ。で普通の他の6日はね、1日1食だからね、朝は人参酢に、昼紅茶ね。ほんでね、ちょっとほら、医者やってるといただき物が多いからね、チョコレートとかかりんとうちょっとつまむけどね、正式にはね1日1食。それでもうここに住んでるからさ、5日間こっち住んでね、4日はねゆっくり走るのよ。この山坂多いでしょ、登ってる時はね歩いてる人が追い抜いていきますよで下りになると突然速くなってね、大体今でも 100m 14秒6で走るから、すごい、これはね驚くべき速さなのね。それでね、もうついでに言うんだけどさ、はい、1896年かな、最初のオリンピックがあってね、はい、もう今何十回かあったでしょ。そのうち4年にいっぺんね、100m 走でね、日本人が入賞6位以内に入った人はね、日本人1人しかいないのよ。知ってるの、お前とっと1人なの。今ほらなんとかなんかいいあれを履いてさ、はい、合宿費用をかけて出ていくけど、はい、全然入らないでしょ、はい、一人だけ。1932年のねロサンゼルスオリンピックで吉岡という人がね6位に入賞。この人この後3年後にね世界新記録出したんだから、10秒3、うん、当時はね全然日本人肉なんかもほとんど食べないし、
栄養不足でしょ、はい、それでここにほら伊達さんが来られるからね、はいはい、伊達さん年に2回必ず来られて10日間いらっしゃいますよ。で俺のね孫がさ、はい、2番目の孫がねテニスやったんだよ。でね東京都でね12歳以下でなんか8位ぐらいでね、で俺ねテニスの極意を伊達さんに聞こうと思ってさ、はい、伊達さんねテニスをねする時に、ね、走り方とかさ、はい、球の打ち方ね、はい、一言で極意を教えてくださいって言ったらね根性ですって言われた。ほんでねあんた知ってる古橋弘之なんて知らないでしょ。この人はね JOC の会長、日本オリンピック委員会のね、はい、この人はねあの人は日大の学生だったの。それでね1948年、ロンドンオリンピックはね日本は戦争したでしょ、はい、だから罰で出してもらえなかった日本での選手をロンドンオリンピックね、はい、でロンドンオリンピックのね 1500m 自由形と 400m 自由形でね同じ時刻に日本でその古橋弘之さんとね橋爪さんっていうね日大の学生が 1500m 泳いだのよ。だあっちのオリンピックのね優勝者よりもね、はい、200-300m 引き離して、その時古橋さんはね昭和23年だからないでしょ飯、はい、玄米にね芋に自然の塩その時しか食えなかったっていうの。だからね摂取カロリーより消失エネルギーが多かった。すでに世界一だから世界も何回も世界記録を抜かれたからね、はい、だからそんなもんなのよ。だから食いすぎてんだから、動物はね食わないでいいようにできてるのに食いすぎてるからね。今の医学の人は三食系とかさ、はい、でね糖尿病なんてのね終戦後すぐ昭和20年代に日本に500人しかいなかったの。今2000万人いるのよ。明らかに食いすぎる運動不足でしょ、はい、それにねもうここに来る人もね糖尿病の人来る人があるんだけどさ、朝から食欲ないからって医者に言うとね食欲なくても無理して食べてそれから糖尿病の薬飲んでくださいって、もう本末転倒もいいところ、こういう状態がね今の医学なのよ。だからね今ね医療費をね年間44兆円使ってるから、はあって言っても分かんないでしょどのくらいか。1兆円っていうのはね、はい、3000年前の縄文時代からね毎年ないのよ。毎日100万円ずつ3000年使い続けて1兆円で44兆円国家予算のもう3分の1ぐらいじゃない。でこの前見ると、ね、医療費で崩壊するのよ、はい、で俺はね去年のね3月にね呼ばれてさ、はい、そこでね講演の内容が亡国の恐れ医療費高騰への処方箋っていうね、そういったことで話してきたのよ。呼ばれた時はね参議院議員に出ろって言われるかと思って行ったんだけど違ったの、うん、そういうことでね食いすぎてみんな病気してる、ね、人は食べるのに余分にできてる。私なんかも週に6食しか食べないのよ。これみんながねこう聞いてる人とかみんなが真似するんだけどさ、もう極端な変色でね肉卵牛乳魚一切食べないから嫌いなのよ。食うのねエビカニイカタコ貝カキ明太子ね、その魚介類。ただ食って一番美味しいのがね、人を食うことなのよ。で俺ね、毎日走るでしょ、ね、毎日走って、週に2回ウェイトトレーニングやってるから、今でも。僕見ててよ、動くだろう。それで、モリモリだからね、はい、もう。だからね、間違ってんだよ。俺がね、肉食べ、牛乳魚食べないと、タンパクどうするんですかってね。だから、ゾウ、キリン、牛、バッファロー、馬、何食ってるのって言うのよ。草つけ食べない、タンパクできる。地球っていうのはね46億年前にできたのね。もう岩山、今の月とかね金星火星みたいにね何もなかったのよ。でなんかその後なんか水蒸気かなんかできてさ、30億年ぐらいもっと前かなにね二酸化炭素と水に光が作用してねブドウ糖ができたの。ちょっと酸素とね、だから最初にできた栄養素がブドウ糖なの。だからブドウ糖いわゆる糖分よ、はい、糖分が集まったのが米とパンとか炭水化物でしょ、ブドウ糖からのタンパクも脂肪もね胃腸肝臓で自由自在にできるのよ。だからゾウ、キリン、牛馬があんな大きくても草しか食べないとあんな大きいでしょ、はい、だあのね栄養学ってだからおかしいのよ。だゾウ、キリンというのは歯が平べったいから草食動物、はい、ライオン、トラはね歯が尖ってるから肉食動物、はい、人間の歯は32本あってさ、そのうち20本が臼歯、薄の歯って書いてね
薄って知らないでしょ、米とかあれをこう混ぜね、穀物を食べる花よ 62.5% で、モムシが4本ずつ8本32分の8 25%、これは野菜果物がぶったからね。菌糸が4本32分の4、これ 12.5%、 これが肉魚卵チーズを食べる、そう食べるのが本当の人間の栄養学。それはタンパクタンパクって言ってさ、おかしいの、はい、うん、皆さんこんにちは。このチャンネルでは健康になるための情報をたくさんお届けしていますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。また実際に診察を受けたいという方、またはファスティングにチャレンジしてみたいという方は、ぜひクリニックやサナトリウムにお問い合わせいただければと思います。皆様にね、お会いできることを楽しみにしております。